ラジオエジです。4月21日木曜日1時を回ってしまった。まあでも、まあまあ早い。えー、今日も深夜版です。ラジオエジのニオルトレイ。<laughs> 昨日は、というか、あの、夜トレがね、朝、早朝に見られる方、ごめんなさい。あげれませんでした。あの、YouTube どの、YouTube 様のチェックがね、終わらないんだよね。 で、普通はね、チェック終わるのに、10分。早ければ10分。で、はいもっと早ければ10秒。<laughs> 10秒で終わる場合もあるんですよ。それがね、昨日はね、2時間経っても終わらないんだね。で、だから、2時ぐらいに収録を終えて、4時半まで、その、チェックずっと終わるまで待ってたの。4時40分ぐらいまで,4時半まで待ってて、で、もう一回上げ直すと、チェックが終わる。 場合があるので、もう一回上げ直したけどダメで、それでもしょうがないから、夜が明けてきちゃうから、寝たんだけど、夜が明けてきちゃったの。<laughs> もう。でね、もう今日も朝、朝じゃない、午後の動画ね、5番のチャンス銘柄が2時ぐらいに取れたのに1時間チェックが入ってあげれないから、もう今日僕は決めました。もう、で、あの、 チェックが終わってない段階で上げようとすると、収益化がちゃんとできないから、ちゃんとチェックを終えてから上げてくださいねって言われるんだよね。で、まあ、こういう YouTube の決まりっていうのは、収益化ができないとかできないとかできるに関わらず、一応 YouTube 様の言う通りにやっといた方がいいわけですよ。基本はね。だから、やるべきなんですよ。だから、今で言うこと聞いてましたけど、もうね、 もう無理。<laughs> もう無理なんで、2時間とか1時間とか待たされるとね、もうね、さすがの温厚なね、ラジオアイジもね <laughs>、暴れて暴れたくなってくるから。もうね、収益化が多少犠牲になろうが構ったこっちゃないんで、もう、えー、収録が終わって、えー、アップロードにかかってね、で、チェック終わってないとき、 ずーっとチェック終わってない状況が続いて、ずーっとこうチェックしてますってや、もう、<laughs> そのまま行くんだよね。それもう終わらなくてももうあげちゃう。あげちゃうよ。<laughs> もうあげちゃう。もうあげちゃうことでした。この動画もね、大体いいね、あの、チェックが長引くのは日本株の動画と、それからこの夜トレなんだよね。結局ね、多分いろんな企業名とか、いろんなね、夜トレは、まあフリートークだから、 あんまり良くない話も出てくるのかなまあ、なるべく言わないようにしてるんだけど、ね。それなのに、えー、ね、チェックが長引いて。もう、だから、ね、えー、もう、上げちゃう。<laughs> 上げちゃう。う上げちゃいます、もう、今日から。なので、えー、いろんな動画が、今までよりも早いペースで上がるようになると、なると思います。ね。今日のテーマです。だから。 泣き泣き泣き売りを切ったら下がったなんでやねんなんでやねん泣き売りを切ったら下がったなんでやねん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 何回やってんねんなんでやねんなんでやねんってことね。 売りを切ったら下がったあんねやねん。って、これをやりたいと思います。今日はあの、昨日までほら、ドル円が上がってったじゃないですか。すごくね。で、昨日僕のところにメール来ましたよ。か、あ、エコ切ろうか。買って,て、買ってたら、めっちゃ儲かるのに、あんたはアホやと。で、売れば、えー、買ってたら儲かるのに、あんたはほやで今すぐ売りを損切りして、買いやればいいじゃん。 って言われたんだよね。買いをやればいいじゃないか。売りを損切りしてね。買いをやればいいじゃないか。って言われたんですけど、まあ僕はこんな高いとこで、えー、買うのは嫌だべと。で、えー、言って、言うことを聞かれなかったんですけどね。ただ昨日は、あの、昨日のこの上昇ね。1日に2円ぐらい上がった上昇。2円ぐらいかな。120、127から、そう、2円以上かな。2円ぐらい上がったんだよね。で、これ、 この、あの、昨日の上昇で、えー、あの、損切りをしましたっていうメールが結構来ました。損切り、とうとうもうダメでした。切りましたっていうメール来ました。で、翌日にこう下がってるわけね。当然、あの、売りは下がれば助かるんで、下がって、えー、ある程度ちょっと良くなったわけですけど、売ってる人にとってはありがたい下落が来たわけですけど、ここで切っちゃってるっていう場合が、 あるわけね。で、僕もその、昨日来たメールの言うことを聞いて、ここで切って、買いに転じてれば、どうなったかっていうと、まあ、ご覧の通りで、ここで、えー、す、売りを損切ってね、まあ、500万円ぐらい、<laughs> マイナスを出し、切って、で、こう下がると、これ100万円ぐらい、マイナス、あの、同じ数量でやってれば、100万円ぐらい、マイナスが出るわけで600万円の損だよね。で、まあ、 え、これ切らずにいれば、まあ、400万円ぐらいのマイナスで、今、終わってる。終わってるというか、まあ、まだ、ね、切ってはいないけど、そんな感じで、とどまっているということになるわけですよね。だからそういう、だから、昨日みたいに、こう、うわーっと上がってる時、これ、バイングクライマックス、セリングクライマックスの略です。あの、逆ですけど、まあ、あのドル円っていうのは逆の、円ドルのチャートにすれば反対なんでね。 セーリングクライマックスですよ。ドル,円ドルが買われて円が売られたセーリングクライマックスなんですよね。でそれで今ちょっと上がってるんですけど、まあこういう時に切り、切りたくなりますよね。はい。それがまあ、それがしょうがないね。それが相場だから。で、その後逆に来るっていうね。で、別に僕は、ま、持ってて、こうなって今下がったから、これで、オッケーとか言ってるわけじゃない。まだまだ戦い続くんでね。 今日僕はちょっと一個切って、で、えー、もっと下がるんだ、もうその英伝もあったら何もしない。下がるんだったら下がったでまた対処するし、上がれば上がったでまた128スキップして9の上で売っていくしね、えー。そんな感じでやって、まあ今年一、えー、杯はドル円との戦いが続くんだろうと思ってるんですけど、まあいきなり切っちゃうということはしないんで、えー、丁寧に丁寧にやっていくんで。 で、えー、まあ今日下がってきたところで少し楽になってはいますけど、えー、かといって別に何か大きく心は動かない。<laughs> 動かないで心は動かないんですよね。で、今、なんだこれ、日経がちょっと下がってんね。これ、ナスも下がってんのかなナスが下がっているー。キャー <laughs> キャーちょうどでもないけどね。 ナス今日僕あのアメリカの動画で買ったらどうって言っちゃったの。ねえ。買ったらどうかって。赤<ー>赤。<laughs> 僕も少し買った。赤<ー>赤ね。赤。いや、チャートが良かったんだよね。うん、とここで5意目が支えてて、サポートこうだし、上がってくる形だったから、そしたらこれですよ。赤 いいじゃんもうあかんあかん言わないでよもう <laughs> 自分でやってんだけど <laughs> 自分でやってんだけどあかんあかんって言われるとねはずれー、はい <laughs> こ,からこぼれてくるかな <laughs> いやその可能性はあるっていうは言ったんだけどねで。ちょっとだけ買うんでもちょっとだけって言ったんだけどね。ほんといいチャートでここね、ぶち抜きのチャートって言って僕買いたくなるチャートなんだよね。綺麗なチャートでしたね。<laughs> タイミングにもよるでしょうけどね、買ってるね。まあ、それが今日こんな感じで。まあ、常にね、相場っていうのはそんなもんで。挽回。まあ、大体ね、買って、 買ったら上がりました、儲かりました、終わり。売ったら下がりました、儲かりました、終わりとはならない。買ったら一旦下がりました、そこから挽回して、プラスで終えました、よかった。売ったらバーンとマイナス出て、そこから挽回して、えー、プラスで終え、終えましたとか、まあまあ、プラマイゼロで終えれました、よかったね。そんなことがね、繰り返されるんでね。なんで、しょうがないですね。はい。 ナス、いいチャートだったんだけどね。崩れた。下に崩れました。いいよ、別に。買い増しするだけだもん。<laughs> 下がってきたら買い増しするだけだもん。ナスはなんかダメだな。やっぱりダウ買った方が良かったな。それは思ったけど、ダウはさ、うんと、高根県にあるからさ、 こんなとこだからさ、安いところにあるナスを買った方がいいって、やっぱり逆張りの、逆張り大名人だからね、僕は。逆張り大名人だから、それがね、心の中で、ね、これは、これの方が25円目から下に離れてるから、こっちの方が買いじゃねえかって原則論が。原則論なんだよね。25円目の下で買う。25円目の下なら買う。 下で買うっていうのが原則なんで、ここでしか、こういうとこでしか買えない。ね。しかも今日タイミングあまりよくなかったからね。はい。赤、はあ、なんかこれ自分で傷つくね。<laughs> 自分で押してるんだけど。つ <laughs> れ自分で押し、押しながらボタンをね。これあの、こういうソフトなんですよ。 見せたことありますよね。これ僕が作ったんですけど、自分でね。これいろんな音が出るようになっていて。で、時々ほら、これ、これと、これ間違えるんじゃないですか。これボタンが隣りながらなんでね。あの、うわぁ、それ大変でしたね。損しちゃったんですか。<laughs> これこっち押さなきゃいけない。ちょっとボタンが変わるとね、こっち落ちてしまう。でもページが2個ありまして、こっちは、 ね、このうっそ嘘残りますよ,りますよ惜しい,惜しいこっちがいいねあったりあっ、ね、たりがいいこういまあこういうねこんなこういうねこれで効果音を出してるんですけどね全部自分で教えるんですけど <laughs> お便り紹介いきましょうか「しょぼいサラリーマンさんお久しぶりでございますありがとうございます」 <laughs> お懐かしや。お懐かしや。ラジオアイ様、こんにちは。しょぼさらです。チャート力学のメンテナンスや、第二スタジオを探しながらのご多忙の中、えー、いつも有料級の動画配信ありがとうございます。第二スタジオを探す作業がほとんどできなくて、で、昨日あたりもいい物件をちょっと目にしたんですけど、今日見たらもう終わってました。<laughs> 多分わかんない 第二スタジオの家探しは順調でしょうかああ、ほ皆さんにいろいろアドバイスいたいでねで。僕はできるだけ一戸建てに近い物件を、えー、に、ちょっと、はい、住んでみたいな。最初は賃貸でお住まいになりながらゆくゆくは購入されるご予定なんですよね。あのね、まず賃貸で静岡に住んでみて、それからいい土地を見つけて土地を買い、そこにアトリエ的な 水の隅か <laughs> を建てたいんだよな。えー、できれば、海が見えて富士山が見えて、アトリエ的な、何かこう、クリエイティブな作業ができる場所が欲しいんだよね。私は不動産業界の仕事をしております。あ、そうなんだね。少し気になっております。いつもお世話になっているラジオ屋さんへ、少しでも恩返しができる、できないもの <laughs> と考えておりますが、本当にいい人ばっかりで参っちゃうね。みんないい人ばっかり 私の仕事範囲が名古屋市及び近郊のため、静岡で不動産をお探しのラジオ屋さんのお手伝いが何もできません。何の役目も立たない私をお許しください。すいません。静岡の不動産関係の方、<laughs> いらっしゃいませんかちょっとお手伝いしていただける。ね、いらっしゃらないですね。静岡の不動産関係の方。<laughs> ちなみに安全している中華業者は信用できる業者さんが多いでしょうか それともあまり対応の良くない業者さんが多いでしょう。あの、問い合わせたてはね、すごい、あの、あれね、差があるね。ものすごい投げやりな不動産屋さんと、ものすごい一生懸命すぎる不動産屋さんと、<laughs> 二通りあるね。電話じゃんじゃんかかってくる不動不動産屋さんと、全く投げやりの。まあ、あえ買,買いたいなら来れば。<laughs> 見に来れば。あすいません、ちょっと、なかなか行けないんで、携帯であの、 あの、例えば、ビデオツアーとかで内見できませんかねあ、やってない。うちやってないから。<laughs> っていうところと、大丈夫でしょうね。あの、あのビデオツアーで内見できますよ。今日やりましょうかって言ってくれる不動産屋さんと、もう、もう、違う。全然違うね。不動産業者には気をつけてください。ね。これ、投資顧問業者には気をつけて気をつけてくださいって言うと一緒だよね。いろいろな方がいらっしゃいます。 看板のある大手企業から地元の個人業者など、20代から70代くらいまで様々で、中には酔ったような態度のおっちゃりす。借りたいのえー、なにアパートああ、なんでえー、住みたいのあ、それそうね <laughs>。そ、そんな人はいなかったけどね。こう、酔ったような人はいなかったよ。さすがに。 不動産業界は扱う金額が大きいため、感覚がざるの方が多い気がしますし。中には未だにコンプライアンスの意識の低い方もいらっしゃいますので、騙されることのないよう気をつけてください。あの、静岡の方で、一方、あの、えっと、実際に賃貸じゃないや、一戸建てを買って、そしてリフォームして住んでおられる方がいらっしゃって、その方がすごい、あの、メールをくださって、えー、いろいろ教えてくれる人がいるんですよ。 あの、その人にいろいろ聞いてますけど、本当に大変だそうです。あの、すごい騙されて、えー、お金をすごい損されたって話を聞きました。不動産でね。だから株でも損するけど、不動産でも損することあるんだね。すごい額のお金を損したっていう話をね、聞きました。その静岡の方にね。あの、S さん、S さんっていう女性の方ですけどね。はい。えー しっかりされているラジオ屋さんなら大丈夫だと思いますが、えー、相手の業者を信用しすぎないようにご注意ください。うい。さて本題ですが、前回ご相談させていただきました、売りから入っている銘柄、日経レバー、太平洋金属、イ野ノカイン、えー、ですが日経レバーとイ野ノカイン、プラスで手仕まいでいました。おめでとうございます。ね、良かったじゃないですか。 日経レバーは 25MM で下がってきたところで買い戻さず、ラジオ屋さんのおっしゃる欲張りゾーンまで待ってしまい僕もやったからこれ。僕もやったから。<laughs> 結局、それほどプラスにはならなかったですが、なんとかマイナスにならずに済みました。ありがとうございます。よかったですね。僕もあれ儲け損なったなぁ。一回すごいプラスが出てね。で、これどうしようと思ったけど、うーんと、まだ下がるかもしれないって欲張ったら、パッ。<laughs> <laughs> それにしても3月末から4月の上旬まで日経人口の動きは大オ夫さんの予想ドンピシャでしたね。まあね、途中でちょっとガラッと変わっていたけどね。だから要するにそうなんですよ。よくある動きだったんですよ。結局よくある動きだったんですね。ちなみに太平洋金属3150円で売り100株は4100円を超えたら難品とのご指導いただき、えー 4,500円くらいまで一時上がりました。よしと思い難品しようと思ったところ、他のポジションが膨らんでいたため、信用余力で0円のため難品できませんでした。ふわふわふわ。難品できていれば、太平洋金属も今頃、プラスで手仕舞いができていたはずなのに、ね、資金に余裕がない私の弱いところです。今は他のポジションがないので、また上がったところで今度こそは難品します。ただ5月10日に決算票があり、 さらに上に触れる恐れもあるため、それまでは難品をしない方が良いのかどうか悩んでおります。ラジオさんどうしますかそうか。もうすぐ、決算がめんどくさいね。えこうまるなが落ち着いたら <laughs>、皆さん集まるお話がありましたね。私もぜひ参加させていただきたい。もやりたいよね。こうまるなが終わったら。ね、やりたいね。どこでやろう静岡ですかね。 静岡の僕の第二スタジオに皆さん集まりますか <laughs> 第二スタジオ集まれるほど広いのかなそれで集まって騒音で追い出されるみたい <laughs>。一気なしに。えー、最後に、えー、ね、もっと会いたいですね。先日はもちきんちゃくさんのメールでしょぼさらの話題にも触れていただきました。もちきんちゃくさんありがとうございました。もちきんさんがね、最近なんかね、あーメールが来ないね。ね。もちきんさーん <laughs> もち巾着ちゃさん、お元気ですか大丈夫ですかお元気ですかこ最近来ないんだよね。昨日はイエイさんからもメール来たしね。ね。なのにメール来ないんだよね。もち巾着さん、僕はちょっと心配しておりますが。それではこれからも体にはくれぐれもお気をつけてお仕事頑張ってください。しょぼさらさん。でえ、今日はだから何をやればいいかっていうと、まずは太平洋金属ですね。 えー、これを、えー、見ていきましょう。5411。えー、っと、チャート利企画を、あ、そう、もう入れたらね。5411。これは4500円超えたら、えー、っと、売りだーって言ったらね、僕はね。これ、3155円でこう、線引いたら、これ多分、ね、しょぼさらさんの,あの相談の時引いた線が残ってんだね。ここだーって言うんで。で、4500円来たら売れって言って、 ぴったりじゃん、これ。神がかってますね。我ながら。まあ、ね、これ、この後どうするか。5月の、え、5日、5月の ?5 月の5日。10日決算表か。5月の10日。ビビ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  あ、このチャート力学ではこの日付もね、こうやってこう出せるんだよね。こうやってここはいつだって。5月の10日っていつだって言うと、ここでこうやって日付出せるの。ね。めっちゃ便利なんだよね。これね、このプログラムを書いた人はね、天才ですよ。僕じゃないプログラマーさんね。で、これ僕がまあ設計っていうかね、要望というかこういうの作ってって、僕が考えたチャートソフトなんですけど、 本当すごいなと思うんだよね。こういうことがね。僕もプログラム書くけど、これをどうやってやったらいいのかなって考えたときに、まあ方法はね、考えれるんだけど、こんなに高速処理ができるかどうかね。すっげえなと。ん <laughs> で、ここで計算発表があると。で、どうしたらいいか。これ今、えっと、これからゴールデンクロスで相場もいいので、ちょっと上がっていくんじゃないかと思いますけどね。 で、結構これチャートが最近良いので、決算発表でズバーンと上に行くかもしれないってことか。まあ決算は読めないですけどね。これね、もう一回4500円ぐらいまで来る可能性ありますよね。だからやっぱり4500円のあたりは売りだとやっぱり思うんですよ。こ売りね。 で、決算どうするかだけど、決算はできるだけまたがない方がいいに決まっているんですが、ここで売って、えー、決算でドーンと上に行かれた場合に困っちゃうよね。で、これね、あの、結果的には決算をまたいだ方が良かったりする可能性もあるわけよ。たぶこの4500円に来たとします。ねで、売ったとします。で、決算で、 もう、ドカーンとこう、ドカーンってストップやすみたいな。そしたらもう一気にもう、利が出るよね。ここで売っといて、決算またいでよかったってことになるかもしれないし、決算またいだら逆に上にバーン持ってかれて、うわ、ちゃーってなるかもしれないし、売りだからね。売り、上行ったら困るよね。ね。これはだから、あの、どっち にくかわかんないけど、原則はやっぱり決算またがないのが正解なんでね。となれば、まあ近いから、決算前は売り増しせずにですね。で、えー、まあ、決算を見ましょうか。で、決算見て、決算でぶち上がったら、これ高く売れるじゃない。もっと高く売れるじゃない。 ひょっとしたら5000円ぐらいで売れるかもしれない。で、えー、そうすれば、買い、売り値が上がるよね。まあもちろん強くなっていっちゃったら怖いけど。だけど、まあ、何品だけ考えれば高く売れるかもしれない。で、決算で、例えば決算待ってたら、こんな感じで決算日が来て、ちょっとこんな感じで来て、決算でドガーン、ドカーンと来れば、ね、割とこの辺って、 こう来る可能性のある値段だよね。だから、こうなったら、どうしよう。こうやって降りてくれば、えー、プラマイゼロぐらいでけ、あの、手締まえるかもしれない距離だから、で、決算一回見てね。で、決算がそれで、そほど影響なく、また決算後に4500円以上があれば、売れば、中間点ぐらいに、ね、えー、 平均値ができるから、手島えるんじゃないか。どっちにしてもこれね、多分手仕舞えると思うんだ。<laughs> 多分手仕舞えるとで、決算は、やっぱまたがずに、決算発表は見てから動いていった方がいいと思います。結果はわからんないけど、やっぱり原則通りやった方がいいね。で、CPI はまたがない。それから、なんかこの間僕もね、あの、 えっと、日経売りやってて儲け損なったんですけど、まあ儲かったは儲かったけど、儲け損なったんですけど、それ CPI またいだからでした。CPI はまたがない。<laughs> それから、えー、あれ、雇用統計はまたがない。またがない。決算またがない。これがね、大事ですね。昨日も決算ね、またぐまたがないの話がありましたけど、またがないことが大事ですからね。 なんで原則またがないってことでやってみましょうよ。で、やっぱり売りのポイントは4500円以上。これまた来ると思うんだよね。で、まあ下がってきたら別に売り増しすることなく、プラマイゼロか、えー、落ちてきたらちょっと利確してもいいんじゃないか。でそんなに遠い距離は、ではないから、今ちょっとね、離れてるけど、えー、まあ降りてくる可能性もあるんじゃないか。週足。週足から見るとめっちゃ高いから、 ね、200MA まで降りてくれば、理覚できるじゃないですか。週足の 200MA が2500円の下だから、ね。それも考えれば、まあ持っていれば、まあどっかでなんとかなるような気もするけどね。まあ一応今上昇トレンド的な動きになってるから。でもこれ上がりすぎだよね、これ。週足で見た時に。そんな強いかこれ。結構強いけど上がりすぎてるから。まあ割と高いところで、 あの、週足的に見れば、週足なんかで見れば、割と高いところで売れてるから、そんなに悪いポジションではないと僕は思いますけどね。っていうことで、しょぼさらさん、えー、引き続き頑張ってください。いつもメールありがとうございます。ね。うふ。実際こうあった時ってどんな人なんだろうね、みんなね。<laughs> なんか、ね。あこの方がイエイさんなんだ、みたいあ この方がおじきんちゃくさんだ、なんだみたい。み、僕のことはね、多分こう、見てわかるだろうけど、ああ、ラジオエジだみたいね。わかるだろうけど、誰もわからないからね。ね。皆さんメールに顔写真とか添付してもらったら、それ、顔写真、ここ、ね、その人のメールを紹介するときは、で、ここに僕の顔じゃなくて、その人の写真をこう、ね、入れて読むとかいいかもね。嫌だろうね。<laughs> 僕はね、あの、動画で、ね、こうやって、えー、もう、顔を出しちゃってますけど。まあ、これはなかなか勇気のいることで,ですよね。まあ、イケメンならいいけどね。<laughs> イ,ケイケメンでもないおっさんがね。だから、あんまり出したくない。僕はだからね、時々あの、目立ちたがりですかって言われるけど、これ実際に全く目立ちたくはないんですよ。目立ちたいと思ったことはない。 なんだけどまあ表現活動はやりたいんでそれでまあしょうがないからあのこんな感じでやってるだけでものすごいシャイです僕あの実際にだから僕と多分会うとこんなにテンションの低いなんかこうシャイのシャイな人なのかって思うと思いますよ <laughs> だから実際にあのオフ会をやった時にはねラジオ時のイメージが変わるかもしれませんよ 基本喋らないですから。<laughs> 基本喋らない。いや、オフ会で皆さんに会えばね、それは喋りますけど、あの、何にもなければ、もう、しょぼーんとしてますからね、基本。えー、次、北海道の安子さんからです。こんばんは、北海、あ、これが今日のた、えー、テーマのメールですね。えー、売りを切ったら下がった。 なんでやねん。なんでやねん。なんでやねーん。っていうね。これ今日のテーマメールですけどね。えー、北海道エスコさん。今日、えー、4月20日起きた私の話から、えー、これからのご指導、ご教授、ご教授いただければ幸いです。そうだよね。今日下がったんだもんね、ドル円ね。今朝は用事で朝から出かける予定でした。今朝からドル円相場いつものようにぐんぐん上がり、129も え、もう駆け上がっていっておりました。そうね。目覚めが悪かったんだけどね。<laughs> ま、もう携帯見て、ま、まだ約29円の上かよ。って思ってました、僕もね。もう追加で資金を増やさないと決めたので、これ以上上がっては、1日相場を見ずに過ごしたえ、ロスカットされてしまうかも。と、朝のうちに、が底ねだといつものような考えをしてしまい、上からだいぶ大幅部分損切りしました。上から来たね。 上から切るのが楽だよね。でもう、あの、130まで上がった時には、ここまで切らないと割ってしまうところまで切りました。だからもう目いっぱい切ったね。<laughs> いや、母じゃないけどね。が、そこからバトバトで一日過ごし、帰ってきた20時過ぎ。あれ見間違いかしら そうなんです。物ごっつー高値で切って上がると思い売りもしなかったため利益もなく、そして今128.100を超えていきました。で、今はもっと下がってんじゃないか ?127 まで下がってんじゃないかと思うんですけどね。ちょっと見てみようか。えー、っと、ドル円。127の70ぐらいもね、下がってますよねで。かなり下がりました。冷やしで見たらこんなんでね。 まあだから、切らずに持っていれば、だいぶ楽になったはずなんだよね。まあ、でもしょうがないですよね。ねで、えぇ、ー、ラジオ屋さん、こんな時はどうしたらいいですかまだまだ下の方に損を抱えております。一体この調整、今私はどうしたらいいのでしょうかここで損切っていたら、切るんだったら、ここで切っていたら、無駄に落ち込んでいます。 上今のうちに下の方をもっと切った方がいいのでしょうか上がるか下がるか分からない人が難しいです。いつもどうでもいいメールを送ってしまい。すいません。相談になりますか安子さん。相談ですね <laughs>。これね、あの、だからね、いや、難しいよね。で、実は、まあ、僕も、えー、昨日の段階では、まあ、言っちゃうけど、500万円を超える <laughs> マイナスが出ておりました。 言っちゃうわもうね。500万円を超えるマイナスが出ておりまして。で、500万を超えるマイナスっていうのはね、あの、なかなか珍しいんですよ、僕でも。で、普段は、まあ、えっ、ー、と、200万ぐらいのマイナスを抱えることはしょっちゅうありますけど、100万円をマイナスが超えてくるのは嫌なんでね。で、大体、100万円を超えようが、200万円を超えようが、だいたい挽回できるんですよ、僕は。 で、その100万円とか200万円のマイナスをそのまま切るってことは、まあないですね。ほとんどない。で、必ず難品して調整していって、タイミング見て、プラマイゼロで終わるとかプラスで終わるとかして、その100万円とか200万のマイナスをそのまま切ることはない。ないんですよね。だからある程度自信はあるんですよ。自分はマイナスを抱えてもいけると。ただ今回の500万のマイナスね。<laughs> これは、さすがにやっぱり気分は良くない。 で、えっ、ー、と、投資資金、ね、入れてる投資資金の3分の1ぐらいマイナスなんですよね。でまあ、嫌だなと思うわけよ。嫌だなと思うけど、でも、嫌だなと思うけど、そんなになんていうかな、汗が出たりとか、動機が打ったりとか、メンタルやられることはないんですよね。で、ああ、すごいマイナスだなってみ、見てて。で、これ130円とか、135までいったら、 だいぶやばいよな、と。で、まぁ、あ、130円を抜いてきたら、部分損切りするかな。まぁ、あ、下をまず100万ぐらい切って、みたいなね。そんな感じで思ってたんですよね。そしたら今日調整入ってきたんで、まぁ、あ、ちょっと楽なんですけど、かといって僕は、えー、油断もしてないし、嬉しくも別にないし、まあここからもう一回上がっていけばまた高く売るし、で、今ちょっとポジションを減らしたんですよ。 上のポジションを、理確できるところを理確して、128の3ぐらいで売ったやつを安すぎるから、それは理確できるところで理確して、スワップ金利ぐらいの分を出して、で、また上がれば、今度は128スキップの129とか130にできるだけ近いところ、あるいは130の上でもうちょい売りたいと思っているわけね。ねえ、そんな感じで考えていて、え、やってるんですけど、 まあ、それでも、だから、上がった時も、マイナスが増えた時も、あまり何とも思わないし、えっ、ー、と、降りてきて今400万ぐらいのマイナスになっているんで楽ですよね。あの、こんなこと言ってると全部連立方程しか中で解けば、僕のポジションからないから全部分かっちゃう <laughs>。で部分かっちゃうけど <laughs>。まあ、いいけどさ、あんまり言うとさ、その自分のポ、あの、トレードに影響が出るからね、あんまり言いたくないんだよね、特にピンチの時は。 あんまり言うと、まあでも今、あの、えっと、河川の動画でもこういうふうにした方がいいとか言ってるから、まああのね、で、河川動画見てもらってますかね、安子さんね。感川動画最近は、だから、こういう、あの、売りの、えー、逆行した時のやり方をひたすら説明してるんだよね。まあ、なかなかわかりづらいかもわからないですけどね。で、結局ね、だけど、まだ安子さんもポジションあるわけでしょ。で、こんだけ下がっただけだから、まだ全然、 あのー、理覚もできなければ、損切りも、損切りというか、解決もしない、プラマイゼルにもなってないと思うんですよねで。僕もそうだし。で、これまだまだ続くんですよ。で、こっからまた上がっていくか、あるいは下がってくるかもしれないけど、下がっても、まあよく下がっても125ぐらいまでだし、125まで下がれば結構楽だけど、そこまで下がるかどうかわからない。 で、今の RSA、SI、の波だと、また上がる可能性が高いんでね。一回下がって、5MA からまた上がるっていうね。可能性のが、まあ、やや高いです。この間と同じように下がれば、もう1日2日下がって、125ぐらいまで来るかもしれないね。だから、そういう、なんていうかな、想定をいつもして、で、こうなったらこうする、こうなったらこうするっていうのを決めておかなくちゃいけないのと、えー、なんていうかな、 やっぱりあの基本方針を決めておくべきなんですね。僕はとにかく回想上に売りなら売りを積み上げていって、えー、ひたすら、えー、損切りはしない。で、えー、決めてます。で、えー、その時々の状況に応じてベストを尽くす。で、損切りはしない。で、要するに部分的に切わなきゃいけない時も来るし、全体切らなきゃいけない時も来るかもしれないけど、まあ、やっぱり相場は呼吸だから、 えー、座れれば吐かれる。吸って吐いてだからね。えー、吸ってだけではないから、吐くときが来るから、吐くときが来たら、そこでこうすると。こう、前回ね、この、えー、調整局面で何もできなかったんです、僕。全、全部失敗して。あの、ポジション調整を。で、今回は、えー、売りの、あの、えー、理覚できるやつだけ上からちょっと切ったんだよね。で、それはもう一回高く売り直すために切った。だからまだ油断してるわけじゃない。ね。 また上がってくれまた500万とか超えてくるわけよ。それは嫌だけど。まあでもそれしょうがないよね。っていう感じなんですよね。僕的にはね。やってるんだから。で、今日もなんかメール来てました。人にはやめろって言ってて、お前なんでやめねえんだって早くやめろってメールが来てました。人間だもの。<laughs> 人間だもの。ねえ。だって楽しいと思う <laughs>。楽しいだもんって。500万からのマイナス抱えて楽しいわけじゃないけど。 500万はだからね、僕にとっても、だから、久しぶりのでかいマイナスなんだよね。で、これは、今年1年かけて解消できるかどうかわからない、えー、トレードですよね。で、感染動画でも言ったけど、1回円安トレンドが始まると1年ぐらい続くから。だからこのままずるずるずるズ上がるかもしれないんだよね。で、上がっても大丈夫なぐらいの資金を今、あと10円ぐらい、 えー、上に行かれても、OK な資金は入れてるけど、逆に10円行かれたら全部なくなるん、ね、<laughs> 助けて <laughs> 助けてって感じだよね。だけど、まあ、それが相場なんで、やるしかないっていうんで、僕はやってるんですけどね。だから、いろいろその、思うことはありますけど、えー、まあ、今、安子さんができることは、 まあ、今、上の方を切ったわけだから、で、また上がってくる可能性あるわけよ。で、安子さんは今多分ね、下がってきたから、これ、このまんま降りていくんじゃないかと。だったら、助かったのにって思ってるかもしれない。そんな簡単に今度の円安は解決しませんよ。そんな簡単に降りてきて、はい、OK って、ならないとも限らないけど、そんな簡単に来ません。えまた上がるんだよね。だから、安子さん、えまた上がったら、 今度は前より高いところで売り合い,いんだよ。そうすれば、あの、売りの平均値が上がるからね。はい。で、これから下がってきた時は、下がった時には、どうするか決めておいていただいて、またポジションちょっと減らすとかね。下がったところで。今はもう切っちゃったんだけど、でも、もっと下がってきたところでは、ポジション切れるじゃないですか。で、下がってくれたんだから、今切れば、ここで切るよりはいいポジション、まだ残ってるでしょ 今、損切りできるわけじゃないですか。下がってきたからね。そう考えたら、まだ切れるから、もっとポジションを減らすとかね。できると思うんですよね。でね、やっぱりあの、僕は見てて、やっぱりトレーダーさんたちの、ええー、ま、いろいろ見てて思うのは、皆さんなんでそんなに感情を、ええー、なんか、に波が立つのかなーって僕は思うんだよね。うーんと、なんともないもんね。<laughs> なんともない、僕。だから、なんともないから、怖い面があるんだけど、もう慣れちゃってさ。で、まあ、その、今、あの、要するに僕の場合は、口座に入れてるお金は、もう、なくなっても仕方がないと思ってるんですよ。<laughs> で、もう、ないものぐらいに思ってるんですよ。だから、ね、それで、まあ、トレードやらせてもらってんだけど、いつどんなね、ことがあるかわかんないから、それはないものと思ってるんですね。 ないものと思っているお金が本当になくなるっていう危機に瀕したときは嫌は嫌です。一応あるわけだからね。だからこんだけあれば、ね、車買えるなぁ、家が建つなぁとか <laughs>。いろいろ思うじゃん。そういう金額でやってるわけだからさ。で、それがトレードだよね。 だからね、それであんまりこう、ここにね、波風が立つと、そこでなんか判断誤る気がするんですよね。僕は別に波風があんまり立たないんで、だから、えー、昨日は損切りしましたで方向告が結構多かったけど、僕はなんで、こういう時って結構セーリングクライマックスっていうか、バイングクライマックスっていうか、クライマックスになるんだよなーって思って、で、そろそろピークじゃねと思って見てたぐらいで、 えー、そこを切ろうとは思わなかったですね。でかいマイナスでしたけどね。ひえー、すげえなぁと思ってます <laughs> 家立つやんとか思って <laughs> 思ってますよね。笑い事じゃないですよまだこれから来るからね。また円安来るから多分ね。だからまたマイナスが来る。そこで叩かなきゃいけないんだけど。まあ要は、上がったらできるだけ高いところで売って、下がるだろうから、どっかでは。そしたら、そこのね、利益で、 どっか切るって、これを繰り返してやることによって、まあ、あの、だんだんポジションがなくなるっていうやり方を僕はするんですけどね。これね、なかなかわかりにくいから、何かね、わかりやすいように教材にするとか、なんかソフトにするとか考えてるんですけどね、今ね。まあ、あの、大体いいトレードやるときに、ポジションをどう積み上げていったらいいのかっていうのを、えー、もう少しね、ソフトかなんかでしっかり、 え、管理すればいいんじゃないかと思っていて、そういうのをやりたくてしょうがないんでね。まあ、時間がないんでね。それ今、そういうのやりたいけどね。だから、まあ、どうしたらいいかって言ったら、うんと、下の方をもっと切っといた方がいいかっていうことですけど、まあ、これ以上損切りは嫌じゃないですか。だから、まあ、上がってきたらまた高く売り直せばいいんじゃないですかね。ただ、その、 うん僕は、だから、やってても、そんなにあの、なんか、下がろうが上がろうが、あんまり、心に波風が立たないので、やれるんですけど、で僕なんかだって、4時間ぐらいしか寝てないでしょで、ずーっと、サポートの電話とかも、いつもひっきりなしになるわけよ。ご飯食べたらサポートの電話が鳴って、はいはいはいってしゃ、食べながら喋ることもよくあるし、僕、電話来たら出るんでね。で、そういうこともよくあるし、 で、寝るのは4時間ぐらいで、で、起きたらすぐ、えー、相場見てるし、で、ずーっと、あの、動画撮ってるから、これはこれで疲れますし、えー、そういう中で、トレードもやってて、それはそれでストレスだし、だけど、その中で平気で僕やってんだよね <laughs>。だから、それはまあ、慣れっていうか、なんかよくわかんないけど、歳の子かもしれないし、まあ、前はだから、もう心臓バクバクになっちゃったりしてましたけどね、慣れてきたの。<laughs> 慣れてきたの。<laughs> だからね、そんな感じなんだけどね。うん。だから、少し、だから、安子さんの場合、ちょっと、ポジションが多いんじゃないかな。あの、自分が、ご自分が、えっと、冷静にできるレベル、範囲で、やった方がいいと思うんだよね。だから少し落としてもいいかもしれないし。だから、それだけね、例えば、えー、っと、いつもメールくださる方でもね、ツイッターみたいに僕のところにメールが1日10通ぐらい来る人いますけど。<laughs> <laughs> そういう人もねあの昨日はもうもうトイレ通ってるとかさそんなこと書いてましたけどなんでそんなにあの波風が心に立つのかなって僕は思うんだよね。で別にお金じゃん高かがって高カ <laughs> がお金じゃんって言ったらあれなんだけどだって今例えばほら地政学のねまただ中のね地域では命がわからないでしょ。それからら考えたら全然 ね我々、日本は大丈夫じゃないですか。今のところね。わかんないけど。それ考えたら、まあ、それから比べたら全然平気だよなぁと思うしさ <laughs>。そこでなんか、その、すごい心が揺れるっていうのが、もう判断ミスの原因なんでね。まあ、これ評価損だべ。<laughs> まあ、評価損だべ。限界はあるが、まあ、今のところまだなんとかなるべ。<laughs> ぐらいの感じなんですよ、僕は。 そういう感じで、ええー、やらないと、判断ミスするよねで。昨日みたいに僕なんか、マイナスでいかいなと思っているところにメール来るわけだからね。何やってんだバカじゃねえかってね。ここで、損切り、売りはもう切らなきゃダメだもうこれ以上行っちゃうぞここで買いに転じて土店で買えば儲かるんだなんでやらないんだって言われると、うん。かもなぁと思うよ。<laughs> かもな このまま135まで行くんだったら、確かに今そうした方がいいなと。ただ僕の、そのトレーダーとしての感覚は、もうそろそろ限界じゃないかな。もうそろそろ円,円安もね、限界じゃないかなと思うから。だからその感覚もやっぱりあるとないとの違いはあると思うんだよね。それはだけど僕も、まあ、えーまあ、FX のトレードだけ、えー、でも10年ぐらいはやってるんで、でいろんな100戦連馬でいろんなことをくぐってきたから、 ね毎回どの時でも、損切りしてよかった試しは一回もなかった。損切りは全部後悔に終わった。切らなきゃよかったって思った。どんな時も。今度は特別これはき切らなきゃいけないかなと思って切ってた。今度はこんな材料でこうなってるから切らなきゃって切ってた。だけど、後で必ず挽回してくる。<laughs> だから、一回も切る必要なかったなって後で思うんだよね。 今回はわかんないでしょこれ。今回はわかんないでしょこれはわからん。だけど、もしかしたら切る必要なかったねって終われるかもしれいもうそのレベルですね。だけど、まあそんなレベルなんでね、なんとも言えないし、ね、えー、確実なものは何もないですけど、まあ今は、まあ損切りせずに、また上がれば高く売ればいいんじゃないですか。 で、もし今負担が大きいんだったらちょっとポジションを減らして、えー、全体のポジションをもうここまでってちょっと決めておいた方がいいんじゃないですか。っていうことですね。ただなかなかこれも決められないんでね。えー、僕も今回50ロットまでと思ったけど超えちゃってるから。それはしょうがないですよね。最大で50までと思ってて超えちゃってるし。まあ、しょうがない。ですよね。まあ,あ、上がるか下がるかはわからないけど、な、え、ん、ー、とかできることもあるので、 まあ僕の為替の動画とは参考に。で、もっと皆さんに分かりやすく為替のトレードを安全にできるっていうかね。えー、まあ安全な為替のトレードーがないけど、こういうふうにやればもうちょっといいトレードになるっていうセオリーをもうちょっとしっかりまとめてお伝えしないとなぁと思ってます。はい。頑張りましょう、安子さん。僕も持ってるよ、まだ。これからだ。まだね。えー、一回安のトレンドが入ってきたら、 1>, えー、1年ぐらい続く可能性があるからね、えー。そうなったら、まあ、あっという間に下がる場合もあるし、でもそうでない場合もあって、そうなったらまだまだ勝負続くんだよね。はい。えー、まあ、調整してみましょう。どう、どうするかね。自分で考えなきゃいけないですけど、まあ、今の話とか、今日の為替の動画とか見ていただいて、ヒントにしてもらえればと思います。 えー、最後の一つです。ラジオ屋さんとラジオばさんに憧れるアラフォー夫婦様から。こんばんは。ラジオ屋さんとラジオばさんに憧れる、もうすぐ40歳を迎える夫婦の夢です。2017年から投資を始め、YouTube のラジオ屋さんを第一の教科書にして、えー、日々頑張ってます。えー、この度チャートリキュアこ購入ありがとうございます。<laughs> そうなんだ。夜な夜ないじっております。えー、夫はラジオ屋さんのことが大好きなのに、極度のコミショ <laughs> 嫁が代出させていただきますいうことでね。CFD を始めて約1ヶ月今日、週1万円を目標に頑張っており、今のところ目標達成。おーい、い,いじゃないですか。ね。怖いけどね。えー、で、CFD の前に日経人を先物に手を出し、コツコツとカンで見事にやられ、CFD に移行しました。そうだよね。日経人を先物はでかいからね。CFD の手法はラジオ屋さんの難品祭りにならい、難品しまくり、 えー、よりとりを見ながら朝食を作り、毎日が始まるという感じです。今朝はごめんなさいね。朝食に多分間に合わなかったけどね。今日もチェックが終わらなくてもあげちゃうから。えー、私も夫に負けず自分の手法を確立したいところですが、今のところ夫の方が先に自分の手法を確立しそうです。私も頑張りますが、ラジオ屋さんの大ファンの夫に一言お願いします。夫さん。<laughs> 夫さんってなって言 <laughs> 夫さんってなって、えー、アラフォー夫婦の夫様。 ねえー、頑張りましょう。<laughs> 頑張りましょうってなんで、ね、えー、本当にね、えー。応援しますよ。<laughs> 頑張りましょう。いつか、こうまる,まるが収まったら、夫婦で毎日かかりたいです。日々の YouTube の配信は大変だと思いますが、彼とご自愛ください。ラジオ屋さんとラジオ屋さんに憧れるアラフォー夫婦ということでね、お嫁さんからいただきました。まああの 本当、うちの大正馬さんは多分、あの、不快があってもね、参加はしません。<laughs> それこそ、あの、極度のコミショウだから違う。コミショではないけどね、やっぱり、あの、なんていうかな、やっぱり、あの、一般人だから、一般人だから。一般人なんでね。僕は、まあ、こうやって覚悟を決めてやってるんですけどね。本当、覚悟を決めてやってるわけですよ。えー、ね、覚悟を決めてやってるんですけどね。 まあ、お目にかかれるといいですね。ね。で、ご主人、頑張ってくださいねえ。僕のファンってありがとうございます。ね。えー、ということで、えー。まあ、今日ね、どうされてるかわかりませんけど、今日ごめんなさいね。あの、もしかして、ス買ったらごめんなさいね。今日のナス買ったらどうだっていうのは良くなかったね。<laughs> よくなかったね。よくなかったな よくなかったよあでもちょっと持ち直してるわ。頑張れ。<laughs> まあ多分大丈夫だと僕は思ってるけどね。うん、まあでもあんまりタイミングが良くなかったからちょっと反省。まあもちろんいつものやり方とは違うとかいろいろちゃんとお断りをしたけどね。まあでもね、あまりただただ待ってても面白くないからさ、たまにはちょっとね、<laughs> 買いたくなるよね。でもそれがね、えー、やばい。 でもまあ、そういう中で、どうしようとかね、これはこ頭の対象ですから。ね、えー、もう本当にもうなんか切羽詰まった頭の対象なんでね、そういう中で頑張って、えー、トレードや楽しみながらやっていきましょうよ。どんな時でも楽しんでいきましょうよ。<laughs> 楽しみねんか。で、僕はまあ最近はね、やっぱりどんな時でも楽しみたいなと思ってるし、まあ、スリル満点の娯楽だわ、と思ってるしね。 娯楽だと思ってるんでしょ。娯楽とは言えないかもしれないけど、結局だって、なんでやめないんだって言われたら、楽しいからやめないんで。まあ、いい時もあるじゃないですか。おっしゃ、もかったわー、みたいな時もあるじゃないですか。<laughs> 少ないけど。大 <laughs> 体いい逆行に苦しんでる時間が長いような気がするけどね。 でもまあ、それもそれでね、だんだん慣れてきて、どうしよう、こうしようか、こうしたら抜けれるかな、こうしたらこうしようって考えるのも面白いじゃん。そんな感じで僕はやってるんでね。えー、ただ、油断せずにね、少ない枚数で多くならない。で、とんでもない相場が必ず来るんでね、とんでもないことになるうことを覚悟しなきゃいけないし、口座に入れたお金はないものと思わなきゃいけないしね、いろいろありますけどね。 えー、皆さん頑張っていきましょうそしてラジオエーさんとラジオおばさんに憧れるアラフォー夫婦様、えー、末永くあの仲良く、えー、お過ごしいただければと思いますけどね、えー、うまくいってますか <laughs> うまくいってますかどうなんだろうねえー、ねえもち巾着さんは離婚するって言ってたしねねえイエイさんもそういう経験があるんだよね,ねほらまあ えー、いろんなご夫婦があるし今3組に1組がね分かれるっていうぐらいの時代みたいですけどねねどうなかなかね夫婦を夫婦関係をずっと維持するのもねなかなか大変っていう話題もよく出ますよねでも今これ仲,仲良さそうですけど頑張ってくださいチャートリー企画をご購入ありがとうございますうまく動いてますか <laughs> うまく動いてなかったら言ってくださいね。今日も僕はえー、っと3件ぐらい今日はリモートで、えー、やってましたね。リモートのサポートは楽ですね。絶対解決するからね。<laughs> 絶対解決するよね。もう原因ははっきりわかるですね。ああ、こんなところにこんなファイルがあったらダメですね。とか <laughs>。え、そうなんですかそれはそもそもダメですね。とかね。 じゃあこうしましょうって。これこれはちょっとファイル削って、こうして、あ、動きましたね。はい、OK、終わりーってやってです。気持ちいいですね。サポートね。ね今のいい時代になりまして、ねリモートアクセスができるからね。えー、ということで、えー、今日も終わっていきたいと思います。今日もまたちょっと喋りすぎましたね。バイバイ。バイバイまた明日さようならそれじゃねお疲れ ということで今日は売りを切ったら下がったなんでやねんということでお届けしてまいりました。えー、また明日もどんな相場展開が待っているのでしょうかわ <laughs> かりませんが、頑張っていきましょう。ラジオエジでした。